京子ちゃんはずっと意識がはっきりとしない状態が続いていました。ふらふらと歩き回ったと思えば突然叫んで転がり出したり、食事も私が介助して食べていたの。多分目は覚めていてもあの日からの記憶は定かじゃないと思うわ。そんな中でもあなたのことだけを思っていたみたいでね。おはよう。おはようございます。うん、気分はどうだ？クロシャンの体、大きくて、好き好き、好き。やっぱりクロウさん、優しい。夢じゃないみたい。ごめんなさい、クロウさん。私、
子供が産めなくなってしまいました。中身が壊れた、ただのゴミです。こんな私じゃ釣り合いませんよね。それなのに愛情ばっかり強くなって、ごめんなさい。私なんかじゃなくて、もっと可愛くて綺麗で子供の産めるちゃんとした女の人と一緒に。クロウさんの大きい手、夢でも嬉しいです。ダメですね、諦めないと。もう産めなくなってしまったので、ゴミ馬爪ですね。石に女って書いて馬爪重くてごめんなさい。産めなくてごめんなさい。でもこうして夢に見るのは許してください。ずっと愛しています。もう夢でも子供なんてできないけれど、好きでいさせてください。お願いします。変わっていないのに謝る必要があるのか。俺が思っていた京子と全く変わっていないじゃないか。馬爪だからどうしたんだ。愛情が重いと京子は言うが、俺にはその中身がよくわからない以上、その傾聴もわからない。ただずっと思い続けてくれたことが素直に嬉しいだけだ。俺の方こそすまない。長い間待たせてしまった。まだ信じられないか。はい。だってクロウさんが戻ってくる理由がありません。私はもう
壊れてしまったのに、こんな馬爪のゴミのところにいちゃいけないのに。それは京子の決めることじゃないな。それとも俺がいると迷惑か。Oh.
激しすぎです。こんなの初めてで、私クロウさんのこと気持ちよくできなくて。京子は気持ちよかった？それで、京子。はい。これが夢か現実か、ちゃんと区別はついたか？